西鉄貝塚線。貝塚線は、福岡県福岡市東区の貝塚駅から、福岡県かす郡新宮町の西鉄新宮駅までを結ぶ西日本鉄道、西鉄の鉄道路線である。路線記号は、2007年4月1日に西鉄新宮駅から、津や崎駅までの区間が廃止され、同時に宮地岳線から解消された。福岡市東港に伸びる、 鉄道路線で、ほぼ全区間で、九州旅客鉄道、JR 九州の鹿児島本線と並行し、貝塚駅から西鉄貸井駅まで並走する。貝塚駅で、福岡市地下鉄箱崎線と、和白駅で、元は、同じ会社の路線だった加志線と接続している。期間 2435mm の標準機を採用する他の西鉄の路線とは異なり、 貝塚線では 1067mm の強気が採用されている。これは、貝塚線がもともと、博多安鉄道機線によって開通した路線だったことによる。当初は新博多、現在の西鉄バス千鳥橋バス停付近から貝塚、和次郎を経て津谷崎までの路線だった。福岡市外区間については、市内線ネットワークに組み込むことで、サービス改善を図るべく。 新博多海塚間を改めきして福岡市内線に編入した経緯があるが、同区間は1979年の市内線全廃時に一緒に廃止された。以来、他の西鉄の鉄軌道線と連絡する駅がない孤立路線となっている。沿線は全線にわたって閑静な住宅街が広がる。全線が博多湾、玄海などの海岸沿いを通るが、海が見えるのは、 タタラ川の河口と和白駅付近くらいである。IC カード、ニモカが2010年3月13日から利用、可能になり、同時に、貝塚駅で接続する福岡市地下鉄が発行する IC カード、早川県や JR 九州の守護化などと、相互利用できるようにな。IC カードはカイ西鉄千波や西鉄の駅は、自動改札機、それ以外の駅は、 にもか用簡易改札機の設置で対応している。沿線では、並走する西鉄バスの路線の方が、一足早くにもかに対応し、なお、余かネットカードはサービス開始から終了まで、当線には導入されることはなかった。貸市地区副都心整備事業の一環として、西鉄千葉や西鉄菓子館で、連続立体交差化工事が行われた。2004年8月に、貝塚、 なじま駅付近か井宮前やが新線に切り替えられ、同時に中野駅が高下駅となり、西鉄千早駅に改称された。また、2006年5月14日には、西鉄千早やかし花園前間国道3号線立体交差までが高下化され、連続立体交差事業は完了した。現在は9000を含めた再開発が始まっている。 地下鉄との直通運転は行われていないが、相互直通運転の計画がある。当初は、貝塚駅、三戸前機間で、地下鉄と2001年度に直通運転を開始する予定だったが、2007年現在、直通運転に必要な車両の心臓やホームの延伸、現行の3両対応から6両対応にするなどの工事は行われていない。ただし、西鉄千波や西鉄下市間の 連続立体工作間は地下鉄乗り入れを視野にいる6両対応が行える構造で建設されている。地下鉄の線路は海塚線海塚駅まで伸びているため路線接続工事及び鳴島駅の6両対応工事が行われば西鉄橋駅までの暫定直通運転は可能である。2010年には福岡市によって直通区間を三笘中洲川端または 天神都市、車両数を3両編成とする新たな直通検討案がまとめられた。従来の6両編成とする案から、車両数を減らすことによって、車両の整備費を50億円とする一方、天神異性への乗り入れはしない計画となる。今後市では、全体の事業費を精査し、採算性を検討するとしている。また、 西鉄菓子駅菓子花園前駅間に新駅を設置し、そこから博多湾沖に建設中の人工島アイランドシティを結ぶ鉄道を分岐させる計画もある。この新線は2010年度の開業を目標にしていたが、2017年現在では道路網やバス路線の整備が進んでおり、この計画の実現性は低くなっている。全列車が 貝塚西鉄新宮間の各駅に停車し、平日の朝夕ラッシュ時には約10分間隔、平日ピルマと土日祝日は約15分間隔で運転されている。全列車ともワンマン運転を実施している。ワンマン運転のため、車内放送はすべて自動放送となっている。放送前に流れるチャイムは、天神大牟田線で使用されているチャイムと同じものを使用しているが、 貝塚と新宮到着時のみ、西鉄バスでも使用している二点打チャイムが流れる。2007年4月1日の西鉄新宮津矢崎間、廃止以前は全区間を走行する列車が約13分間隔で運転され、朝夕ラッシュ時にはこの間に、貝塚・水戸ママの途中折り返し運転が入り、貝塚・水戸ママの朝夕は約6.5分間隔で運転されていた。 またかつては、カシーハナ花園前などの主要駅や終点に到着する際の車内放送で、チューリップの心の旅やサボテンの花のオルゴールが BGM とて流れていたが、貝塚線となった後に中止されている。なお、正式な起点は貝塚駅だが、列車運行及び旅客案内では、西鉄新宮駅から貝塚駅へ向かう列車が下り、逆方向が、 上りとなっている。2005年以降の数値は、突起のない限り、鉄道統計年報による、海津河川、宮地武士線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。海津河川、宮地武士線の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 本路線の収支は年間2億円の赤字となっていると、福岡市議会内で2009年に報告されている。2014年度の朝ラッシュ時のなじま塚間の混雑率は150%であり、首都圏を除く地域ではワーストとなった。西鉄発足後は感染でないとして、専用の新車が製造されず、戦中戦後の1944年から1951年に、 かけて国鉄から車両を譲り受けた後はすべて、大牟田線、現、天神大牟田線からの転属によりまかなれている。博多安鉄道機線から引き継いだ車両及びもと、国鉄の車両は1980年のワンマン運転開始により全廃されており、現存する車両はすべて、大牟田線からの転用車両である。機関が天神大牟田線と異なるため、台車をはじめ、 主要機器は近年は主に西武鉄道など他社の廃車発生品を流用している。また連結機も天神大牟田線で使用されている密着連結機ではなく旧国鉄と同じ芝田式自動連結機を使用している。1977年に入線した313、型タイの新規入線車両の車体と色は天神大牟田線の2000型と同じオキサイドイエローに ボンレット体となっており、現在は、この塗装に統一されている。それ以前の車両は、西鉄旧標準色の上半ベージュ、下半小豆色の塗装であった。また、313型までは、車両番号の書体に、福岡市内線車両や北九州線連接車と、同じくローマン体を用いていた。西鉄新宮津矢崎間廃止後は、路線短縮に加え大幅減便が実施されたため、 再ピーク時で7運用となり、これに検査予備分を加えても9編成あれば、足りることとなった。600系全編成と313型に編成と、300系1編成を除き、2007年後半に300系の検査期限切れが相次ぐことと老朽化を理由として、最後まで吊りかけ駆動方式で残っていた300型や313型を廃車することになった。 2006年9月より運用離脱していた316編成がトップを切って同年4月中旬により解体作業に入り5月下旬までに廃車予定車すべてが解体されたこれらの車両の廃車日はすべて2007年4月日付なお同月1日以降は日中時間帯のほとんどが600型で運用されるようになり 300型や313型はラッシュ時中心の運用となった。その後、2007年12月21日限りで3両編成での運用取りやめ、すべての列車が2両編成での運用となった。これらの車両整備の後は313型315から365の1編成と600型による運用となり、2015年に1月24日には、 最後まで残った313型が運行を終了し、全車両が600型に統一された。開業当初は、非電化であり、蒸気機関車が、客車、貨車を牽引していたが、1929年、電化により、旅客列車は電車化された。戦後の1949年に、電気機関車を導入し、貨物列車も無煙化されたが、貨物輸送の廃止により、 電気機関車は消滅した。三戸内市は、西鉄新宮から津谷崎までの区間は、鹿児島本線と国道が並行しており、2004年度の輸送密度は2201人と、海塚から西鉄新宮までの同年度の輸送密度9557人の1、4という状況であった。西鉄側は、福岡県及び沿線自治体に経営改善の協力要請を、 していることが2005年1月に明らかになり、沿線自治体と経営改善策を検討してきたが、結局利用客は増加せず、2006年3月に、西鉄新宮津屋崎間の廃止が決定された。廃止は2007年4月1日で、同時に宮城武市駅が廃止されたため、宮城武市線から貝塚線に改称された。なお、廃止区間には代替バスが運行されている。 大体バスによる三戸松屋崎間の運賃は430円。同区間鉄道利用の場合は、鉄道廃止時点で260円である。廃止対象区間の沿線は、住宅街で、同じ西鉄の天城線よりも本数が多く、系列の筑豊電鉄線などの成功事例を、比べると好条件に見える。しかし、全線単線、普通列車のみ、車両が、 本線系統から転属した旧型車などで輸送力が低いこと、終点の位置が津谷崎という半端なところであること、現状は地下鉄と接続しているとはいえ都心に直通していないこと、新宮津谷崎間は地下鉄との乗り継ぎ割引も適用されず、前述のように余がネットカードが使えないこと、国鉄民営化により並行している JR、鹿児島本線の近代化が進み、 新駅の設置、新車の導入、快速、普通列車の増発などによって利用者離れが進み、赤字が続いていた。福津市、小賀市、新宮町の住民から宮地武市線、当時の存続を訴える6万人の署名が集まり、西鉄新宮津屋崎間の第3セクター化などが検討されたが、西鉄側が3セクトの直通運転を行わないと、 明言したことや三席設立には多額の費用がかかることなどもあり断念した。2007年2月20日に宮城武士線一部区間廃止に伴う路線名変更及び鉄道バス運行概要が発表された。内容は鉄道運行の概要として廃止に伴って路線名称を貝塚線に解消すること貝塚西鉄新宮間の運行本数を 平日83往復、土曜、休日73往復とすること。これにより平日の三戸西鉄新宮間以外は、減便、運行間隔を平日ラッシュ時10分をフラッシュ時及び、土曜、休日終日は15分とする、ラッシュ時の列車の利用を見直し所要時分を短縮すること。日中時間帯、10から17時の福岡市地下鉄箱崎線の西陣。 方面直通列車と接続するなど利便性向上を図ることである。また、廃止区間についての代替路線バスの運行概要は、西鉄新宮駅から、小賀、JR 福間駅を経由して津屋崎橋までを結ぶ路線、一日40往復や、平日の朝夕のラッシュ時間帯に、都市高速を経由して、上と津屋崎を結ぶ路線、西福間三丁目から JR 福間駅を経由して、 紅葉台を結ぶ路線を新設することであった。しかし西福間山丁目 JR 福間駅、紅葉台の系統は赤字のため2009年4月1日に廃止。翌3月16日には宮城武市線一部区間廃止の関連行事について発表された。概要としては、同月19日から31日まで宮城武市線全駅で今回廃止となる6駅の 写真を入れた記念乗車券を発売する19日より廃止当日まで車体をカッティングシートで装飾した記念電車311プラス361編成を運行する西鉄新宮津屋崎間の運行最終日の31日は廃止区間を終日無料運賃にて営業する最終臨時電車の前に2本の臨時営業電車津屋崎発を運行 つや崎駅駅23時22分発海塚駅24時5分ぎと、つや崎駅駅23時41分発海塚駅24時23分ぎ、する最終臨時電車を運行。つや崎駅駅24時20分発海塚駅25時ぎで、途中客扱いなしの運行。宮城武志駅で31日10時より、乗車整理券を配布する、つや崎駅発の最終電車となる24時20分発。 貝塚高港終林自転車の出発に先立って31日23時50分から津谷崎駅にて最終林自転車出発式を実施することであった。3月31日当日は松林市を走るローカル線との別れを惜しむ沿線住民や鉄道ファンが詰めかけた。最終林自転車出発式が4月1日午前0時過ぎに津谷崎駅にて行われた。 同駅の狭いホームは深夜にもかかわらず写真撮影をする人や別れを告げに来た人たちでいっぱいであった。社長の挨拶の後に最終電車が入線し、この電車は前日した通り青い波のステッカーを装飾した記念電車311プラス361編成が充当され、長い間のご愛子ありがとうございましたとメッセージが入ったヘッドマークが取り付けられた。 運転士が花束を受け取って乗車し、最後の乗客、整理券持参車を乗せて、貝塚電車営業所長の出発合図で、貝塚へ向け発車した。2008年までに廃止区間の線路撤去作業はほぼ完了した。天神貝塚駅間では、かつての線路にほぼ並行する国道3号線を経由して、西鉄バス20番が運行されている。かつては十五番と称し、 福岡市内線の25系統と同じ経路を運行していたが、現在では西陣を経由しなくなり、番号も20番に変更されている。貝塚駅千鳥橋博多駅間を直通するバス路線はない、貝塚箱崎浜博多駅間では、西鉄バス29番が利用可能。西鉄バス、新宮自動車営業所が行き先番号5番を、 西鉄新宮駅前津谷崎橋間で運行している。ただし国道495号線、福間駅前経由であり、停留所の位置は、旧中間駅各駅からやや離れている。また、旧西鉄福間駅周辺は経由しない。バス転換時は、西鉄バス村方が運行していたが、2016年6月に、西鉄バス、新宮自動車営業所に移管された。廃止当初は、 旧西鉄福間駅利用者対策として、行き先番号1から3が、紅葉台6丁目福間駅前、グリーンタウン中央西福間3丁目のルートで、運行されたが、2009年に廃止となった。代替として福津ミニバスが運行されている。全駅福岡県に所在。駅業務は、西鉄ステーションサービスが行い、福岡管理駅の参下にある。印をけた駅は、 列車交換が不可能な駅。名称は、福岡市内線編入直前のもの。編入後は、西鉄福岡市内線を参照。千代町駅は1930年以前に廃止。西鉄博多駅、後の千鳥橋から、仙台町駅箱崎三山駅、後の箱崎浜、箱崎松原駅西鉄多田駅、現、貝塚駅。 福岡市地下鉄との乗り継ぎ割引を実施している。詳細は以下のリンクを参照。また、終点の西鉄新宮駅は乗り継ぎ割引の対象外である。なお、天神大牟田線との通過連絡運賃は設定されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。